アメリカのコロラドスプリングスに近いパイクスピーク観光道路で毎年夏に開催されるパイクスピークオートヒルクライムは世界最大のヒルクライムレースだ。標高2800メートルから4301メートルまで標高差1400メートルに及ぶ全長約20キロのコースには時速60キロで曲がるヘアピンから時速200キロで駆け抜ける高速カーブまで実に156ものコーナーが存在する。温度差はスタート地点とフィニッシュ地点でなんと20度。競技車両には極めて過酷なコンディションだ。スズキエスクードダートトライアルカーはこのレースのために開発されたモンスターマシンだ。フレームは全くの新設計でアルミ製スペースフレーム構造となっており、フルチューンされた 2.5 リットル V 型6気筒エンジンはツインターボ火球により実に995馬力、最大トルクも95キロを発揮する。総重量は800キロと軽く、車体を滑りやすい路面に押し付けるために綿密な風洞実験によりデザインされた巨大なフロントスポイラーとリアウィングで武装している。こうしてベースの市販エスクードとは一転、見る者を威圧する怪物へと変身したのである。この怪物を操ったドライバーも同じモンスターの異名を取る田島信弘。全日本ダートトライアル選手権で7連勝したダートの達人で、パイクスピークには1989年から挑戦を開始、95年には日本人初の総合優勝を遂げたベテランだ。田島はその後も挑戦を続け、パイクスピークを代表する日本人ドライバーとなったのである。Thank you.